ラボ&ライズジムに来ました、本日はいよいよオープンです。さあ、じゃあ早速インタビューの方を開始していきたいと思います。プレオープンの方、なんか結構写真の方を拝見したんですけども、なんかお子様が結構バーッと写ってる写真が新聞の方にも、縄文新聞と、経済新聞の方にも写っていましたが、結構子供の方は来てくれた感じですか？はい、子供たちが、6名来ていただきました。おお、はい、素晴らしい。プレオープンとしては好調な滑り出しですね。はい、はい、お子様の反応どうでした？はい、子供たちすごく元気で、すごく素直で、やっぱりこう楽しんでやっていただけたのかなと思ってます。おお、素晴らしい、いいですね。はい、はい、じゃあ実際に障害の子供たちにどんなエクササイズをやっていただいたのでしょうか？はい、まあ、使ったツールは自分の体と、はい、まあ、このような、ボールなどを使ったりとか、あとは、まあ、これミット、キックボクシングとかのミットなんですけど、こちらを使って、実際運動をしてもらった形になりますね。どちらかというとやっぱり子供は物を叩くとか蹴るとかすごく、気持ちいいというか、そうですよね、はい、やっていただきました。そうですね、エイムハイの、出張レッスンでもキックボクシングクラスは非常に子供たちの人気ですね。はい、なんかオープンキャンペーンを打つというお話を聞いたのですが、はい、オープンキャンペーンの内容について教えてください。はい、今、MHキッズドリームラボ先として、オープンさせていただきました。でその中で子どもたちに対してやっぱりまだどうしても新しい分野なので、やったことない方もいらっしゃると思うので、まずは受けていただきたいと思いまして、この YouTube を見ていただいた方限定になりますが、パーソナルレッスンを一度無料でご案内させていただきます。で、子どものレッスンはもちろんなんですけど、子どもと親御さんですねも一緒に、受けるのも無料でご案内させていただきます。おー、これはすごい、めちゃくちゃあれですね、はい、出血大サービス。まずは受けていただいて、はい、新しいものはどんなものなのか体験していただきます。はい、はい、なんか保護者とその親子でデイトレーニングできるってめちゃくちゃいいですよね。そうですね、親子の絆にもなりますし、まあ、お母さんとかで最近ちょっと自粛太りしちゃったなんていう人も、本当にねパーソナルトレーニングをやると痩せますしね。そうですね、ダイエットも、はい、しかも密にならないので、非常にコロナ対策としてもすごくパーソナルトレーニングは機能が高いですから、そうですね、おすすめですね。というわけで皆さん、エイムハイキッズドリームラボ一崎店、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。